何キラキラがいことする。まあでも一歩なんか大変そうだなと か、うん、なんかそれこそ起業って別にただの手段なんですよね。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。こんにちは、あおです。今回ですね、キラキラ起業家 VS うさんくさ起業家というテーマでお話をしていこうかなと思います。どうですか、うさんくさ起業家。あ、うさんくさがなんですか。タイトルでキャッチーかなと思ってそういう風に表現したんですけど、はい、まあ、いわゆるキラキラ起業家みたいなのいるじゃないですか。それこそなんだろうな、がっつり資金調達しました、上場目指してます、はい、社員何人です、オフィスは渋谷の一角です。そうこの人本当に稼いでんのみたいな人いるじゃないですか。うさんくさ起業家の中でもマジ詐欺やってるやつは置いといて、はい、一人社長でオフィスはお家でそんなに暮らしも派手じゃなくて、はい、質素で自分とその身の回りの人が幸せになったらまあいいかなとか、はい、そういうタイプ。一応そっちで私たちやってます。あ、そうそう、そっちそっち、うさんくさ側、うさんくさ側。何キラキラがいことしてる。許さない、許さない。で、まあ、なんか結構比較されると思うし、それこそ僕が起業したての時ってイメージとして起業ってキラキラ側のものをイメージだよね。まあ、でもなんか改めて思うと、その起業家たちって目立つけど、まあ、でも一歩なんか大変そうだなとかいう風に思うので、うん、今回ねその辺のお話をしていこうという話ですね。というのもアベマ TV で起業家ドキュメンタリーみたいなやつを見たわけですよ、はい、新規事業を立ち上げて頑張っていくみたいな、はい、もうあおちゃんがドツッコミ、最初にこんなオフィス構えんなよ何もバリューないのに3000万も仕切っちゃったよ。いやいやいや、言ってないです、言ってないです。めちゃめちゃ言ってそれこそ会社名も決まってない状態でね、まずは資金調達だみたいな、はい、出します、それで。出さない出さない出さない。資金調達できてることにびっくりしましたね。本当にね、そのキラキラ起業家の特徴というか、やっぱビジョンで語るとか社会的インパクトでって言うけど、ぶっちゃけ一番起業において大事なのって利益だと思うんですよ企業に大切なのというか、まあ、会社を存続させていくのに必要なのが利益じゃねっていうふうに思うんですよね、はい、で昔その社長の仕事は何だと思いますかっていう質問を受けたことがあるんだけど、はい、その人はあのうさんくさ側ね、はい、うさんくさ側の企業で、はい、何だと思いますか。利益が出てることですか。そう、利益が出る仕組みをちゃんと作り出すことを、はい、従業員にちゃんと給料を払うこと。従業員を食わせれなくなったら社長としてダメだし、利益が出なくなったら社長としてダメだよと。だからそれ以外だったら別に社長遊んでてもいいし、何しても出ないんだよと。なるほど、というふうに思って、でもキラキラ起業家はどうよと。うん、オフィスみたいな。で、そのアベマで言ってた動画で、500万だったの確か。最初のお金が、この子の100万円、で自分の100万円と親から借りてきて300万です、ね。はいはい。で、なんか家賃が50万円ぐらいどこか行って、敷礼込みで500万みたいな。はい、ないじゃんそう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 、はい。絶対そんなことしないよねみたいな。で、その主人公が言ったのは、オフィスっていうのは会社の信用だから、はい、一等地にオフィスを構えることこそが信用になって、将来の大きい利益や売り上げを生んでいくんだって言ってたんですけど、うさんくさ起業家はどう考えるかっていうと、はい、別に SNS で信用って作れるんだからオフィスいらないじゃんっていう風に考えるんですよね、はい、で、なんならうちら側っていうか、まあ、うさんくさ起業家って言い方はね、どっちかっていうとそのなんか、はい、いわゆるスタートアップって呼ばれる系のキラキラした人と一人起業家。ああ、そうしましょう、はい、で、一人起業家の人は何かっていうと、まあ、売上利益を立てれれば別に会社っていいよねっていう考え方なんですよ。まあ、利益さえ立てれればいいよねと。で、利益を立てるにはどうしたらいいのっていう風に考えると、はい、顧客に満足してもらっていい商品を届けることができれば問題ないよねっていう風に考えてるんですよね。だからここのセンターピンだけをずらさないのが一人起業家なんですよ、はい、もっと言うとオフィスかっこいいの構えるのってお客さんの満足度変わりますかっていう話なんですよね。むしろその代金が乗ってくるんだから、お客さんからしたら高いものを買わされてるんじゃないかっていう風に割とその一人起業家側の人は考えてる。だからさ、それこそ街歩いてるとキャッチの人とかいるわけじゃないですか。キャッチの人とかを見た時に、これはキャッチの人の人件費が含まれてるから、はい、そんなに美味しいものを提供しないんじゃないかっていう風に考えるのよね、一人起業家側の人は。でもキラキラ起業家側の思考としては、いや、こんなに人を雇って大規模でやってるんだからよく見えないみたいな感じの考え方をしてるわけですよ、その起業っていう観点で見るとね。どっちの方がいいですかって考えると、やっぱ一人起業家の方が地味だし目立たないし、しかもなんか一人で起業してるって言うとめちゃめちゃうさんくさいんだけれどもまあ実際どっちの方が目指すと人生的にコスパがいいかっていうと、やっぱ一人起業家の方がいいよねっていう風に僕らは考えてます。他なんかあります？なんかキラキラ起業家のここ気に食わんなみたいな。いや、気に食わんなと思うんですよ。毎日言ってることを言ってくれたり、スタートアップ界隈の人とも最近知り合ったりして、うん、結構皆さんの事業モデルとか聞くとピンキリだなってすごい思いました。お、
だ結構自分のビジョンを実現させるために会社を立てていきたいと、もう世界を変えたいとか、うん、結構大きなビジョンを持ってる人が多いので、一か八か成功するのはすっごい成功するし、失敗したらすごく失敗するみたいなリスクを踏んだ方が、なんていうか、その人たちにとってはいい企業ができるみたいな印象はありましたね。なるほどね。私たちそういうのないじゃないですか。何にも追われてないし、ビジョンもそんなにない。いや、あるよ。あるよ。この YouTube チャンネルを通して起業する人を増やしたいっていう崇高な目標があるんだけど、上場したいとかあんまりない、はい。まあ、そういう人はミニマムにした方がいいかなと思います、ね。そうだよね。で、なんかその起業って難しいとか怖いってイメージがあるんだけど、うん、キラキラ起業家たちのせいだと思うんだよね。本当に嫌いなんじゃないんですよ。やっぱりその大きい企業たちがその今の日本を支えてるともちろん思うんだけど、でもやっぱり起業してリスクがあるって思ってほしくないなっていう風に普通に思ってて、なんかそれこそ起業って別にただの手段なんですよね。お金を稼ぐ手段のうちの一つでしかないという風に思ってて、だからその就職する、もしくは独立する、起業するっていうのを平行に語るべきだと思うんですよ。でもそれなのに起業がすごいリスクがあって、ビジョンができない、オフィス初期で借りるのに500万もかかっちゃうみたいな、で500万でオフィス代がなくなったから、前見た映画の人は資金調達を3000万したんだけど、いやそれだったらみたいな、500万のオフィス借りずに別のことにお金使って売り上げをちまちま伸ばしていって、そこでやった方がいいよねっていうふうにうちらは思うんだけど、オフィスがないとダメ、人を雇わなきゃダメ、だからリスクがあって資金調達も必要で株主から何か言われるって、そのイメージこそが結構その起業のハードル上げてるなと。そんだけ難しそうだったらさ、就職と並んで起業しようってなんないじゃん。でも実際大学生の時に稼げるようになってみて、今だと法人で社長やってると思うんだけど、まあ、そんなに難しくないじゃん。自分が食っていくだけの稼ぎを得るっていう観点で言うと、はい、むしろさ、お互い兄弟がいるから、はい、その兄弟の稼働とかを見てると、はい、絶対会社員の方が大変だよねって思わない。会社員ディスるとかじゃなくて、はい、この能力とか、はい、この労力を自分の事業に使えば絶対に100、200は1年でいくなっていう風に思う人って結構いるんですよね、僕。でもそういう人らに聞くと、まあもちろんその会社で働くのが楽しいとか、会社の潤沢な資金を使って大きいことをしたいっていうのであれば問題ないんだけど、まあ、なんか2、30で大変だなみたいなこと言ってる人を見ると、別にそんだけ朝から晩まで働く労力と、まあ、そこそこその会社に貢献できる能力があるんだったら独立したらいいんじゃないっていうふうに思います。私起業してすごい思ったんですけど、会社員経営者みたいな、こうすごい道が分かれて二択だと思ってたんですけど、意外と会社員かフリーランスかみたいなのがあって、フリーランスのおまけとして経営者がついてるみたいな、そう、意外ともそっちとしての方が多いよね。なんかさ、会社っていう制度があって、個人でいっぱい稼ぐより会社っていう箱で稼いだ方が税率がちょっと低いから、うん、そっちにしとこうかなぐらいの人が結構多い気もしてて、はい、僕の周りだとその会社を作ろうと思って会社を作った人ってほとんどいないんじゃないかな、うん、多分9対1ぐらいの割合で、だからまあ本当に企業願望があるとか、なんか世界を変えたいんですっていう感じの企業の入りじゃなくて、とりあえず個人で稼いでみたいな、じゃあ会社に勤めながら副業でやってみようかな、あ稼げてきたからちょっと自分の法人立ててみようかな、うん、で自分の資金も貯まってきたし、手元に200万ぐらいあるから、じゃあ別でメディア作ってみようかな、事業増やしていこう、そこに再投していったら利益がまた増えてきたな、はい、じゃあ人を雇ってみようかなっていうような、そでだんだん経営者になってくる、そう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 、そんな感じでいいんじゃないかなというふうに思ってるんで、でもその流れがないと逆にさ、売上の立て方も知らないですってなって起業して、うん、固定費だけかかってもあんまきついんですよ。だからやっぱり僕の周りでも資金ちょっとガッてしてやった人と結構失敗しちゃってるし、うん、っていうのはありますね。まあちょっと補足ですけど、やっぱ資金調達をしてアクセル踏まないといけない事業っていうのもあるのも事実です。だからそういう人は本当に素晴らしいと思うんだけど、多分この動画を見てる人のうち 99.999% の人は自分が経済的に豊かになれば一旦いいよねって思ってる人が多数なんで、はい、まあ、僕らもそういう人に向けて発信をしてますっていう感じですね。はい。だからまあその一人企業というか、まあ、なんか企業って言うとキラ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 してるイメージだけど、まあ、意外と一人企業家の方が日の目はそんな浴びないけどいい生活してるよっていうのをここでお伝えしておきたいかなと思います。自分で登記出しました。登記はいやいや司法書士さん。ああ、私は司法書士さんにお願いしたんです。私ちょっとこっちで終わりました。そんなことある？はい、ないんじゃない？登本送られてきました。え、ハンコとかは？あ、郵送？はい、郵送で。そうなんよ。もうだから、チャットグッズで会社なんか作れるんですよ。本当に紙切れといったらありますけど、5枚ぐらい紙が送る。俺が会社か、みたいな気持ちになりますよ。でもさ、なんかさ、はい、その会社の定款来たときちょっと感動しない？株式会社なんちゃら、代表なんちゃらさ、みたいな。おぉ。でさ、アベマでやってたドラマさ、自分で定款作ってなかった？そうそう、自分で定款作ってて、オフィス借りて500万使うなら定款仕事自身頼みやん。自分で書くなや。自分で書くなやつって。あれもなんか
かさ企業のハードル上げてたよね。この書類は元弁護士の人で、弁護士引退した人で法務局に勤務してる人のハンコをもらって受理しなきゃいけないので何度も突き返されるんですみたいなシーンがあってさ、初心頼めやだからやっぱり利益を生んでちゃんと人に物を頼めるような状況を作る、そうしていけば別に起業なんて難しくないし、一人でも起業できますと、でそれが一番楽ですという感じでお話を締めくくろうかなと思います。あと昔は1000万ぐらいないと公式会社設立できなかったとか、そうその名残が強いのかもしれないですね。あ確かにね。でも今大企業の社長さんの伝記とか読むとそこの苦労が書いてあるとすると、起業って難しいみたいになっちゃうかもしれないですね。そうだね。あおちゃん資本金いくらなの？100万円30万ですあったじゃないか。だから30万なんてね、別にね、貯めれるしね、本当に企業のハードルは下がったなと思いますよ。まあでもやっぱり、周りでもその企業いいよって言ってる人って、やっぱ売上立てる能力高いんですよ。利益を立てる能力も高い。で、売上ってどうやって立てるのと、どうやって立てるのと思った方はね、概要欄の僕の LINE マガジンの方で無料で解説をしてるんで、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。登録するとね、普段有料で話してたセミナーの動画とかも無料で送られてくるように設定してるので、そちらも合わせてお得なうちにチェックをしてみてください。ということで、今回は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。